海外ジャパンコンソーシアムの今村です。すいません、ちょっと電気が悪くて申し訳ございませんでした。で、今日、大前、メインとしては、HTML5 の勉強会であるんですけれども、ちょっと大前に関して、いろいろと、誤解といいますか、たくさんの報道の中でですね、ちょっと誤解の部分もあるなというところもあってですね、ぜひちょっと概要を喋らせてほしいということを今日、お願いしました。で、それで15分程度、概要というのを話すんですけれども、私たちがというか、大前を去年から勉強会やってるんですけれども、そういう人たちから見るとですね、かなり間違った情報というのが、ブログとかにも書かれていて、どれぐらい間違ってるかというとですね、iPhone 電子レンジに入れると急速充電ができると、それぐらい間違った情報じゃないかなと、思ってます。そんなことないよねっていうぐらい、分かる人には分かるはずなのになっていうんですけれども、なんか知らんけど、こう表面的な、情報だけで、いろいろなことが語られてるなというふうに感じてますので、その辺をちょっと、今日皆さんにご理解いただければなと思って喋らせていただきます。で、まず、自己紹介なんですが、私は基本的に実はハードウェアさんです。ソフトのことは分かりません。HTML5 も、正直分かりません。なんですが、なんでお前そんなことやってるんだよということなんですけれども、組み込みやってる中で、Linux とか Android を組み込みに使えるよねということで、Beagle とか Qt も含めてなんですけれども、組み込みに使えるということでいろいろと勉強してました。で、ご存知のように、Beagle というのが、大前に変わったみたいな話もあるので、そういう意味で、大前に関わるようになっております。で、現在は、Baidu の方でですね、Android の日本語 IME のしめじという方の、商品企画をやっております。ひまむらという名前で、Twitter の方とかやってるんですが、もう今 Twitter の方はほとんどやらないので、Facebook の方で、見ていただくと、私のなんか変なのが見えると思います。で、大前ジャパンコンソーシアムはですね、実は、KDDI さんのですね、開発支援制度で、開発コミュニティ用のサーバーを貸していただいております。とても心が広い、KDDI 様ということですね、どこかのキャリアさんが、大前使うとか使わないとかって話があるんですけれども、私の方は KDDI さんにですね、おんぶに抱っこという形でですね、やらさせていただいております。このばかりで KDDI 様にですね、お礼をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。で、大前の生い立ちということなんですけれども、この図割と、多い、よく見る図だと思います。先ほど申しましたように、ミーゴが流れていって大前になったというような話はあるんですけれども、実際、ミーゴって言っても皆さん知らない方の方が多いかなと、かなり、不幸な生い立ち、不幸な死に方をしてるとは思うんですけれども、その上、リモは知らない方の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、リモと、ミーゴが HTML5 というキーワードで、生まれたのが大前ですよと、簡単に言うとそういうような、図を示しております。で、なんですが、実際のところはですね、こんな単純な話ではなくてですね、もっと、複雑です。で、これは、熊達さんという方が、作った、大前の家系図ですね。どこに大前がある？これわざと見えなくしてます。後で見える、ここ見てくださいというのはあるんですけれども、これ全体的に言いますと、実は大前というのはここにあります。こことここにあります。で、ミーゴというのがこの辺にいます。で、なぜかこうガガガガガッとあるんですけれども、大前そのものの家系図というと大体こういうようなものです。もう見ても分からないと思うんですけれども、ちょっと拡大しますとこんな感じになります。で、ミーゴの 1.2 というバージョンから大前 IVI というようなこう流れがあります。で、もう一つは SLP という流れから大前モバイルというような流れがあります。で、これ見ていただくとお分かりのように、実は大前っていうと先ほどの図一番先にあったように、例えばリモとミーゴがくっついて HTML5 というキーワードで大前になったというようなイメージがありますけれども、実は全然関係なくて、ミーゴから流れてきてるのは大前 IVI
と言われるようなもので、IVI、ご存知かもしれませんけれども、社債向けの、対戦になります。で、ミーゴと全くここつながっていませんという形で対戦モバイル、これは SLP、サムソンリナックスプラットフォームということで、もともとサムソンさんがお持ちだった、リナックスの流れを組んでおります。なので対戦と一言で言ってもですね、実は完全に、同じって言いますか、2つのものがあるというふうに、まず覚えていただければなと思います。なのでまずこういうところを理解していただけないと、対戦、その携帯電話向けの対戦の話をしているのか、 IVI 向けの対戦の話をしているのかということで、実はいろいろなマスコミさんの、報道とかですね、プレス発表などの時にですね、結構紛らわしいかなと思っております。で、現在、対戦モバイルの方は対戦、2.0 という形で流れてきておりまして、IVI の方はまだ、2.0 まで来ていません。多分この辺は最終的には統合されるんだろうなと思うんですけれども、今のところ、2つのものが、存在していると思ってください、それぐらい、かけ離れたものになっています。で、詳しい話、これ、熊田さんという方が作られています。第3課の対戦勉強会の時に作った資料なんですけれども、こちらの方にありますので、見ていただければと思います。あとその時の説明もっと詳しく、熊田さんがしてますので、動画の方は、こちらの方にありますので、そちらを見てください。で、対戦モバイル、対戦というのはもともとリナックスファンデーションの一つのプロジェクトです。で、対戦アソシエーションというところが仕様を、作って、ドライブしている形という形、ということに、なっております。それに、キャリアさんとかデバイスメーカーさんが、くっついてきているという感じです。で、昨年末、一応新聞にちらっと出てたと思うんですけれども、今この辺にはドコモさんとかインテルさん、サムソンさんというのがありますけれども、パナソニックもありますね、富士通さんを開発しているというような話が、ありました。ですので一部の、ディスってる方々がサムソンだけが、対戦のデバイスを出すみたいなことを言ってますけれども、実際のところは、サムソンさんだけじゃなくていろいろなメーカーさんが、今年中には出してくるんじゃないだろうかな。これがモバイル系ですね。で、こちら IVI 系です。で、IVI を推進する、グループですね、こちらには、富士通さんというのがしっかり入ってますけど、これは、半導体の方の富士通ということです。携帯電話の富士通さんではないです。で、こういう形の、メーカーさん、NBA さんとかですね、こういうようなところも含めて、IVI を推進しているというような形になっております。ただ、これは、もともと対戦 IVI というよりは、オートモーティブグレードリナックスということで、基本的には、対戦 IVI の方に、行くんだろうなというような、グループ形成、の、ものです。ですので対戦 IVI をこの人たちだけが、推薦していて、ここに入っている人たちが推薦してないという意味ではございません。ただ、こういう、メーカーさんが、リナックスファンデーションの中でオートモーティブというキーワードの中でこう集まってますよというところですね。で、これもよく出る話です。1.45 の形ですけれども、対戦というものは、このブルーのところを、保管していますと。ですのでこの部分が、アンドが取れた部分ですので、共通になると。というより W3C の部分というのは、基本的には使えますよと。対戦オリジナルと言われるような部分というのは、対戦デバイス API とか、そのようなものというのが、特別な拡張されているかいますよという形。こういうところはちょっとまた後で、次の方が話してくれると思います。はい。で、対戦デバイス API というのがあるんですけれども、基本的にこういう部分というのは W3C の部分と関係ないところで拡張されてますよということです。ですので、Firefox OS だとか、あるいは他のW3C で、定義されている API を使った部分というのは動けれども、対戦用にこういうのを作ってしまったら他の部分では動かないよということが起こるということは、ご承知おきください。で、これは対戦のコアサービスという形で、実際は、こういうような、Linux に対して、拡張されているよということですね。テレコというところがあったりとか、
が用意されていますので、こういうようなものが用意されていますので、こういうのを使って、対戦のアプリは開発できますよということです。ただ現在先ほど申しましたように対戦 SDK っていうのは 2.0 アルファというものがリリースされていて、アルファの方では、まだネイティブの API はサポートされていない状態です。ですので基本的には、Web API だけを使った形でのアプリ開発ができるというような状況になっております。でまた SDK 2.0 はですね Windows と Ubuntu のみで開発できるようになってまして、残念ながらまだ Mac では開発ができないという状況になっております。でちょっと、次に、対戦とはまたちょっと変わるんですけれども、HTML5 のスコアというのが結構いろいろなところで話題になるんですけれども、デスクトップのスコアでも今437点ぐらいというのが一番かなと。でモバイルになりますと、ブラックベリー10が465ぐらい出てますよと。で対戦1が408ぐらいでしたというような感じですね。で、対戦ゲーム本が408ぐらいですね。1の時で最近測り直したところ、対戦デブフォーム、436で 2.0、 対戦の 2.0 になりますと462ぐらい、出ております。で一番右の方、ちょっと手前ミスであるんですけれども、バイドゥが出している、ブラウザーですね、だと482というスコアを叩き出しています。ですので、現在ではこのように、俗に言うウェブ系 その携帯電話よりも、Android 用のブラウザを使った方がまだ、これだけの話をしますと、スコアだけの話をしますと、性能はいいというような形になっているのが現状です。で、対戦デモ、今日デモと言いますか、マシンも持ってきているので、もし触りたい方がいらっしゃれば、あと、見ていただければ触ってください。で、動画はこちらの方にありますので、それを見ていただければと。で対戦 IVI のアプリのカテゴリーということなんですけれども、当然 IVI なので携帯電話とは違います。なのでトラフィック情報とかウェザー情報、マップ情報、そういうようなものがこうインプリされるような形で、考えているみたいです。でもともと IVI っていうのは、インビークルインフォテインメントということで、インフォメーションとエンターテインメントをくっつけたような略になっています。社内の情報端末という形で、こういうような、例えばラジオであったりとかマルチメディアプレイヤーの最低というエンターテインメントの部分と、車用のインフォメーションというようなもの、ですね、例えば、エコドライブした時の、燃費とかそういうのも含めて情報として出せるようにということを考えているみたいです。で対戦の場合 Firefox OS との違いはが一つありまして、Firefox OS の場合は、Web アプリケーションのみなんですけれども、対戦の場合はネイティブアプリケーションというものが作れるようになっております。でここが大きく違います。ですので HTML5 だけじゃなくて、ある種 のネイティブな、開発環境、ある種の、ネイティブでの開発ができるということになります。で実際 IVI って皆さん実はあんまり見たことがないんじゃないかと思います。で、どういうのというのかで、対戦 IVI というのも、まだここまでのデモはできてないんですけれども、一昔前の MIGO の頃の、IVI、です、こういうようなことを車の中でやりたいんだよと、いうことこれ車のメーターです。今横にパッとスライドするとリアルなデータですね、エンジンの回転数とかそういうようなものがこう出るようにする。で左の方に、アイコンがあるんですけれども、今ここを触ると、カーラジオとかそういうようなもの、あるいはその、SD カードに入っているような、マルチメディアの再生というようなものが2番目のところでもこういうところを触ると出てきますよ。これエンターテインメント系ですね。またメーターに戻って次は、地図関係です。一つ、今時のダッシュボードのところにあるもの
1個で、こういう、本来の車の情報だけではなくてマルチメディア再生をしたりとか、エンターテインメント性のある表示をしたりするというようなことを1個でやってしまうと、まあ、こういうのが最善 RVI で、まあ、将来できるようになるということを想定しております。で次に、ロードマップです。このロードマップ発表されたのっていうのは去年なんですけれども、実はここに書いてあるのはサムソンが発表しているロードマップです。こちらの絵にあるものはインテルさんが発表しているロードマップです。これ見てわかるのは何が違うかというと、大前 2.0 っていうのは2012年の、末に、できますよというふうに、サムソンさんは言ってるんですが、インテルさんの方は、どこにも 2.0 という言葉が今年になっても書かれていないと、まあ、こういう状態ですね。ですので全然サムソンさんのその、大前の進め方とインテルさんの大前の進め方っていうのが実はこういう状況も含めて、全くバラバラに行われているという状態です。なので大前という一言で言っても、言ってもですね、本当に2本あると、大前 RVI と大前モバイルの2本があるということを、よく分かっていただければと思います。で現在、大前 2.0 というの言っているのは、大前モバイルの方ですね、要するにサムソンさんが出している系の方で 2.0 アルファというのが出ているという状況です。ですので RVI の方はまだ公式には 1.0 とかプレリリースというか、なんかそういう状態で 2.0 ペケというような話にはなっておりません。で、あと、最後になりますが、国内大前勉強会は私どもやっております。毎月ほとんど開催しております。あと、大前ジャパンコンソーシアムという形で、これメーリングリストですね、とかがあります。で、あと、大前ジャパンチャンネルということで、YouTube の方に、今までの勉強会での動画というのが上がっております。であと IRC 大前ハイゴン JA というようなチャンネルでやり取りをしていますが、まあ、活発にはやり取りしておりません。あとツイッターの方では大前 JP というハッシュタグでいろいろな情報を発信しております。で最後まとめですけれども、今後 HL5 というキーワードは、とても重要になると思いますので、Firefox OS と一緒にですね、私どもも HL5 の勉強会というのを同時開催といいますか、そういうこともやっておりますし、仲良く Firefox OS と、勉強会やっているというような状態です。で、先ほどありました大前の前世というのはこう忘れてください。いろいろ言われていますけれども、今後のことだけを見て、ください。ミーゴがどうのとか、リモがどうのとかということはなくてですね、今後の大前がどうなっていくかというところだけを見据えていただければなと思います。で、弱気です。私個人的には大前の携帯の普及ってないんだろうなと思ってます。HTML5 が伸びるというのはあるんですけれども、日本のブラックベリーファミラー扱いじゃないのかなと思うんですけれども、どうでしょうか。あんまり言っちゃいけないんでね、こういうことねと思ってます。普及すればいいなと思うんですけれども、そこそこだよね。はい。であと、名古屋地区なんかそっちはあるような気がします。かなり動きがあるような気がします。噂で聞こえてるんですけれども、ただ、名古屋地区というのは、IVI ということではあるんですけれども、名古屋地区に限らずなんか、車関係はあるんじゃないのかなみたいな気にはなっております。日本でですね、大前というのは正直、普及といいますか、あんまりこう勢いよく広がらないと思うんですけれども、海外はもしかして、あると思うので、ぜひ、HTML5 でアプリを作った暁にはですね、暁って言いますか、逆に、海外を狙って、HTML5 でですね、アプリを作っていくというのがいいのではないかなと私は思っています。ご清聴ありがとうございました。